イオングループウェルシアホールディングス、高田薬局高田薬局店舗株式会社高田、薬局はかつて存在した日本のドラッグストアチェーンである。ほとんどの店舗は静岡県にあるが関東地方の東京都と神奈川県、中部地方の愛知県でも店舗を展開する。ウィンダーランドの名称で玩具店用体の外観を特徴とする。2001年5月30日に 松本清と初めて業務提携を行い、後の松本清グループを形成する礎となったが、2008年4月11日に物流共同化の効果があまり出なかったことと、松本清へ事前説明をせずに3月にはピコむのウェルシア、関東と共同持ち株会社設立を発表して配信行為を行ったとして、松本清から業務提携を解消され、グループを離脱した。 9月1日付で株式を移転して、東証二部上場の共同持ち株会社、グローウェルホールディングス株式会社を設立して、経営統合し、ハッピコムに加盟した。2014年に、これまで展開していた、ウィンダーランドの野をグループ会社のウエルシア、関東と同じ、ウエルシアに順次、野を変更し、7月8日から T ポイントサービスを開始した。 2014年9月1日に同社とウエルシア関東、ウエルシア関西、ウエルシア京都が合併して、ウエルシア薬局が発足した。マスコットキャラクターは、ライオンのウィンダーである。静鉄ジャストラインのバスにウィンダーのラッピング車両があり、ケーブルテレビのドリームウェーブ静岡では、番組、高田薬局インフォーメーション内でウィンダーの着ぐるみが、ウィンダー体操を踊る。ありがとうございます。